第39期鳳凰戦 B1 リーグセレクト前期第5節の模様をお届けしています。この先は2回戦となります。解説には藤崎聡プロをお招きしております。藤崎さん、引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、それでは早速対局へと参りましょう。第39期鳳凰戦 B1 リーグ前期第5節2回戦、立会人古橋隆の合図で当杯のスタートです。さあ、改めて2回戦の座順、とんちゃに中田、なんちゃに菊田、シャーちゃに前原、ペイちゃに立川という並びでスタートです。さあ、こちらが現在の成績表になっていますが、別卓まだ終わっていない卓もいくつかあるようで、他の別卓と同時の進行になっています。現状では昇級圏の2人、立川、菊田は依然として昇級圏内と、そして前原はまだ高級圏内から抜けることができていません。てか前原さんのターゲットの卓まだ誰も終わってないもんね。まあ、そうですね、はい、おそらく先ほどの1回戦かなり早い進行で終わりましたの で石川君も2着だったということで、はい、勝機争いの現状3人は全員とも1回戦目浮いてきましたね。そうですね、上がこうずいっとさらにポイントを伸ばしてきた感じでしょうか。ドラスーピンのトン一曲、中田の親番です。おっと、賞賛源のような手配。そして先ほどの1回戦、いろんなところで勝負がけしていった結果は、4着というふうになりました。中田は、まあ、残留狙いの、手組になっていくでしょうか。まあ、このトンバだけでしょうね。昇級狙ってまっすぐ行けるのは、ギリギリのライン、トンバで点数持てればね、まだもうかなり相当苦しいですけど、どこまででも行くんでしょうけど、はい、トンバで点数持てないとね、これドラドラこの手を成就させないとなかなかって感じのような気はしますね。はい、まあ、ただそこは個人差があるんでね、どのように考えてらっしゃるか。はい、うわ、前原さん三役統一、まあ、贅沢言えばこれじゃなくて流派が良かったですけどね。まあまあまあ、そうですね、贅沢言えばね、贅沢言えば僕大三元より小三元が好きなんですけど。はあ変わってるね。小三元が好きなんですよ。なんかああいう時初よりトン重なるとちょっとなんか勝手にワクワクしちゃうんですよね。さ、菊田の手が止まりましたか。いや、流派で5本かなんか入った。ああ、なるほど。違う、どうだったんでしょう。ちょっと宅内の音声はこちらには入ってきておりますので、立川がチーピン落ち、リュウハは2枚打たれたところでした。あ、トンのポンが入らないってことはひょっとすると上がり放棄になってる可能性がありますけど、はい、今情報が入りまして、前原さんがですねクーポンの発生がありましたので上がり放棄というふうになってしまいました。この手です。いや、珍しいね。やっぱりちょっと追い込まれてますか、前原さんも精神的に。そうね、そうでしょうね。だから一人上がり放棄になったのを見て立川君が動きやすかったんでしょうね。あ、はいはい、チー点じゃない、あの缶チーピンのチー変だもんね。そうですね、確かにこの形で缶チーピンをチーしていってますね。え、イシャンテンとはいえドラの缶スーピン残ってるイシャンテンなんで実質リアチャンテンみたいなもんですからね。はい、いや、ただ危ないね、あのチーね。そうですね、まあ、上茶の前原が上がり放棄でこう字がバラバラ出てきてますから、次の動きがなんかしばらく時間かかりそうな気もしますね。うん、まあ、時間かかることは多分この曲に関してはいいことだとは思うんですけどね。あ、はい、あ、三色を強く見ましたか。二刺しですか、刺し子の方、四五郎とかじゃないですか、ね、あ、四五郎か、はい、ドラドラの中田、形だけではね、ピンズが連続形なんでリャンズを払うとこでしたけどね。はい、中田もウーピンを手の内に置かなかったですね。うん、ドラドラは絶対使うと、はい、固定していきました。それよりもウーマンなにくっついてくれた方が大きいってことですね。うん、でペーペーですね、はい、いや、なかなかね、テンパんなくてもいいから安全牌持ちたいでしょうけど、立川君はね。はい、菊田ちょっと安全牌気味にペイ持つかどうか考えたでしょうか。そうね、菊田君もね、立川君まくるためにパンパンに持てる局面ではないからね。はいさあ、ここで勘違い層のテンパイが入った。ペイ2枚切れな、あー、2枚切れたとこなんだね。こういうの、こういうのも展開悪いよね。すれ違い気持ち悪いですよね。菊田はピンズの伸びを見ない、はい、フェ
リーチ前切れだったら喜んでリーチなのにね。うん、そうね、中田さんも足止めリーチってわけにいかないもんな、ドラドラですからね、はい、そして菊田ウッパーマンのテンパイは振り点ですか、振り点リーチになりましたね。あ、振り点だからこそリーチかな。ただ怖いね、中田さんが引いてくれるとは思えないので。そうですね、これは意味合いとしてはこう立川にちょっとぶつけていくようなリーチなんでしょうか。立川くん下ろしたいのと、はい、あ、しかし現物になってたでしょうか、はい、チーソーが打たれて立川の上がり、はい、タイヤを1000点ですね、プラス積もれた時の打点ですよね。はい、うん、千二千があんまり効いてるイメージないから、やっぱり振り点ね、怖いけどリーチしたいですよね。はい、勇気を持って、なんか価値は積もって千二千っていうとなんか効いてる感じしないもんね。まあそうですね、まあ、微妙ですけどね、千二千も大きいといえば大きいですけど。はい、さあ今度2局に移って、ドラがリャンソー、親番は菊田です。はい、先ほどのとおり局は振り点のリーチに踏み切った菊田でした。だからあの1回戦目始まる前にね、あの今皆さんに最初にお見せしたスコア評価は、はい、選手の皆さんに公開されてたので、ええ、石川君がマイナスだったら嫌み点だったかもしれないね、1回戦目ね。ああ、そういうのもあるんですね、うん、確かに確かに、うん、後ろを追いかけている現在3位の石川が少しポイントを伸ばしてきてるんですよね、うん、だからやっぱり石川君から逃げるっていうのは姿が見えないのでね、逃げようがないので、はい、うん、そう考えると菊田君からするとやっぱり安心するためには立川君まくらないとって感じですよね。ああ、そうか、いや、いやですね、この目に見えないものに追いかけられるっていうのは嫌、ね、ですよね。菊田かなりゴツゴツした手にはなっていますが、これでもいいシャンテンだ。なんか、ね、夏の風物詩みたいなのに追っかけられたら嫌だよね、やっぱね。嫌ですねこう入道雲のように後ろからブワッと不安が広がってくる、ね、ん、この形はどう取るのがいいんでしょう。チーピン切り、うん、一番広く取りましたね。はい、まあ親なんでリーチも辞さない構えですよね。あの小型で絶対リーチしたくないっていうならウーピングもありましたけどもね、うん、ああそうですね、イーペーコー、イーペーコーだけは逃さないように、はい、ここでテンパイ菊田からリーチが入ります。町は数ピンと9ピンのシャンポンを選択、つもり三眼光の形になってますね、うん、まあ、これは公式ルールのもう基本形みたいな、ね、あと1枚しかないね。あら、枚数少なかったですか。数ピンはもちもちか。で9ピンが中田の手の内に1枚、はい、ただあと1枚はあるということです。まあ、ただ誰も来れる人がね、立川君勝手かっこはいいんだけどね、はい、あそこのおやりだけは戦えないと思うんでね、相手が一つ下の菊田、しかも勝ってる方ですから。そうなんですよね、現状そこそこ余裕があるところなんで。そうですよね、はい、いや麻雀の特にこういう条件戦とかって勝てば勝つほど難しくなりません。あの勝ってる方が当然難しいですよね。そうですよね、負けてる方は行くしかないので、はい、ていうかあの菊田君も負けてるわけではないから、難しいは難しいですけど、もうなんかとんでもなく勝って後ろがめちゃくちゃ見えないぐらい離れてたらまた話は別なんでしょうけど、うん、少しこうポイントが浮いてるぐらいが一番難しいかもしれない。そうそうそう、でこれがね、あの決勝戦であれば立川君も、はい、あの形はもう戦う局面なんですよ、あのね、一番上しか意味がない。そうそう、勝者が一人の場合は、ね、はい、ここは勝者が二人いる戦いなので、はい、ね、あの菊田君に負ければ負けじゃないので。そうですね、16名中の2枠を争っています。そうそうそう、だから難しいですよね、余計ね、うん、あの手格好だってね、イーシャンテンとかだったらね、行きたいもんね。行きたいですね、決勝戦だったらね、はい、このハンちゃん一回勝負とかでね決勝戦とか言われたら絶対行くところなんでしょうけれども、結構トーナメントとかの感覚でもそういうのあるんですかね、2着までっていうのは。そうそうそう、一緒ですよね、はい、まあ、ほぼ一緒ですよね、あの形としてはね、1も2も勝ちは勝ちで勝ちは一緒なんだけどみたいな。ただ道中1位か2位を取るためには1位にいた方が道中は楽だよねっていう戦いですよね、うん、さあこのリャンソーはドラ、
自分で446と想像は切っている。ああ結構よくなるようになったねこれで。ちょっとああでもそうかカンパーピンバイ統一っぽい点を見てるんでしょうか。うん、9ピン9ピンの順で切られると9ピン相当読み筋に入りますけどね。ああそうですね、今回はチーピンウーピンの切り順でのリーチ、チーピンウーピンの切り順でチーピンワンチャンスになっちゃうとね、ちょっと9ピン発射台になるでしょうか。もう読み筋には入らないですよね。はい、依然としてまだ山には9ピンが1枚残っている。放置しても大きい手ではないんだけどね、中田さんから放からすればもしかしたらね、あ、キューピンが打たれました、はい、中田、そして上がりは菊田になりました、打たれましたのでリーチのみですね、はい、3900、失礼しました、はい、2400です、はい、失礼しました、2400の上がりです。中田さんからするとこの報酬がね今季半年間終わってしまう可能性もある補充にはなるんですが、ちょっと新たな情報が入ったそうで、はいはいはい、あ今石川、現在3位の石川の卓が2回戦まで終わりまして、お早い、そしてですねその成績がですね、石川さんの卓、石川さんの卓はこちらですね、あら一人浮きのトップをお取りになってらっしゃいますね。プラス 26.7 上乗せで先日42浮いてるってことは、123.1 までいってます、ね、123.1。 あら、菊田君3位に落ちてますね。あららら、ら並びが変わっちゃいましたか、はい、ここで石川の猛追が始まってます。いや、すごいことになってきましたね。大変なことですよ、これは。これちょっと、まあこの2回戦どうなるか分かんないですけど、はい、終わってから菊田がどんな顔でパッと見てるのか気になりますね。ね、いやこれはでかすぎるもんね、トップね。大きいトップですね、はい、順位点でプラス12がついてますから、素点でいうと何点のトップでしょうか、プラス 26.7 ですから5万6000点そうですね、とかですか、5万7000点弱、はい、大きなトップになっていました。トンの2曲一本場、そんな話題の菊田が親番を迎えたドラ3ピン、こちらの手ダブトンがアンコイーシャンテンです、はい、チーソーヤ3ピンってポンテン取るんですか、あの形。100% 取るんじゃないですか。取りますか、3ピンドラだもんね。あ、3ピンドラか、そうですね取りましょう、それは取りましょう。ドラじゃなかった時ってどうです、どうでしょうね、取る人の方が多いような気はしますけどね、うん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 、ダブトンドラドラまで出来上がっている。中田も形良くなって、ここであテンパイですね、リーチに行きました、マチ、うん、ウーパーピン、まだ最後の可能性を追って、はい、攻めの手は緩めません。菊田君は絶対に降りれないね、あの手ですもんね。さすがにいろんな条件線を加味してもちょっとこの手は降りられない。換算分のターツと他の部分の比較小さじゃないですかね、はい、マンズは 2つで勝負しなきゃないですけど、一応小さは1枚取れば2枚取るんでね、はい、これ何ウーピン全山、え、パーピンゼロのウーピン全山じゃないですか。そうですね、パーピンはない、うわ、いったたたたたたいったたたたたた、あ、痛いですね菊田ちょっと裏目を引いている。ウーピンは全部山ですね、はい、ということで4枚中田の上がり牌は山にある。立川の手が止まる、急走とかかな、手の内のパイの種類が少なすぎますね、うん、これね、チーピンとかバーピンには手かけないんですよ。はい、と言いますと、これは菊田君が来てるのが分かってるので、あ、はいはい、ウーピンのつま上がりになりました。中田リーチつも、500銭の600、1本がですね、600、1100、菊田君の安全牌はチーピンとパーピンしかないので、あの3枚は使わずに温存ということだったんですね、まあ、使うって表現ですけどね、リーチ者には通ってない、ね、あ、まあ確かにそうですね実際パーピン当たり牌なんで、はい、ですけど、あのそこだけは温存するんですよね、やっぱりね、
菊田君からリーチ来た時に菊田君にだけは打つわけにいかないんで、はい、その時に、例えばパーピンで中田にロンって言われても、まあ、それはやむなしというか、まあ、打ちたくはないですけどね。ただまあ1300って言われてホッとする感じではあるんです、はい、だってね菊田君に打ちたくないからってパーピン打ってロン8000って言われるとシャレにならないから、ね、シャレにならないですねそれはさあトンの3局ドラがGピンになっています。親番は前原どうだっけ127って言ってたもんね。124件来たっけ、まあ、大体120台なので、はい、菊田君としてはこの半ジャントップとってようやく並ぶぐらいだもんね。結構追っかけてますね。そうですね、はい、まあ、ただ菊田君自体がその情報をまだ知らないのでね、そうなんですよね。そこまで何が何でもでこの半ジャン勝負に来るわけではないんですけど、はい、前原がチュンをポンしていきました。やっぱりこの宅内に入ってしまうとね、情報遮断されてしまいますか。当たり前ですけど、うん、なのであの別会場でね、はい、まあ、菅間の道場でやってるのかなこれ多分。ああですかね、はい、あの別会場でやってる3択と最終戦スタート合わせますので、はいはい、でスタート前にね全択の情報を全員で確認して、はい、ポイント状況を確認してスタートになりますので、もしかするとねこの卓も多分今進行放送卓なのに2番目か3番目一番遅くないので、はい、一番遅い卓じゃないのでひょっとするとお待ちいただく可能性がありますよね。そうですね、放送を、ね、はい、ご覧いただいている皆様には少しお待ちいただくかもしれません、はい、でこの B1 セレクトのね最終節をずっと見てくださっている方はおなじみの、普段だったらあの声があの映像で風景だけをね、はい、あのやってる別宅をよく映してたんですけど、はい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 、今ここの会場でやってないので ね、 そうですね、映しようがないんでね。確か一気通貫天敗打ち出さなきゃいけないのはドラということで、はい、取らずとなりました。前原はカンパーピンの天敗が入っています。ローマンですか。そうですね、ちゃんとでも通奏が統一ですもんね。いやいや9万の方が比較的みんなに安全だってことじゃないですか。あ、はい、前原ポンしている9万ですね、はい、というわけで先ほどお話にもありましたが3回戦まで進行して4回戦は全卓が一斉にスタートするということです。そうですね、だからその間どうやって繋ぐんでしょうね。まあ、スタッフの人たちの中では決まってるんでしょうけど、はい、我々はあのその場に映し出されたものを見て、ね、対応したいと思います、はい、だからね毎年恒例のねあの空数がここに来て、はい、解説もなしで一人で大体喋ってるんですけど、いつも草原さんの出番なんですけど今日は映像がないですからね。そうですね。さあ立川が先ほどちょっと手組やめたでしょうか。メンツから9万抜いていきました、うん、難しいですよねこれ。正解がもうないもんね。上がりは大きいけど宝珠がもっと大きいですからね。そうですね、ちょっとどうしてもこう体勢としては萎縮した体勢にならざるを得ないでしょうか。なんでね、あの人によって言うこともまるっきり違うんですよ。パトロ短期かな。はい、チーピン短期に取っていきました、はい、あの攻撃型の人、はい、例えば瀬戸釜さんとか久渡みたいなタイプの人たちは余裕あるうちに戦った方がいいからこういう時はもう全部行きましょうって言うんですよ、で守備型の人は余裕あるんだから戦う必要ないよねっていう考え方になる方が多いので。そうですね、どっちが正解かはね一概に言えないですね、うん、スタイルによりけれども、うん、結構そういうこう守備型の考えの方で、うん、あのまあ、言い方あれですけどバリューのある方、例えばどんな方がいらっしゃいます、うん、どうでしょうね、あの 前田プロとかね、はいはい、あの藤原さんとかね、はい、そういう人たちは多分立川君と同じ選択になりますよね。俺なんかは守備型なんだけどね、はい、もう拉致が開かないの嫌なんで、あ、はい、一発勝負には行くんですけどもね、ロンって言われたから考えればいいでしょうみたいなもう次局考えましょうとパイ流しながら割り切ってていいですね、うん、中田のところにドラが2枚目やってきた、はい、これで山からドラはなくなったんですが中田のこの手格好どうでしょう。まあ、ドラ打つはないですよね。はい、チーマン切りになりましたか、うん、まあ、なのであのどっち
どっちの、ね、形を取っても裏目があるので、はい、あの裏目に出た時に後悔しない方を選ぶしかないですよね、うんうんうん、あ、まあ、どっちにしても後悔はするんだけど後悔が小さい方、はい、しゃあないなって思える方ね、失敗した時にね、あの一度ね、あのプライベートといいますか全然別のところで藤崎さんに麻雀のお話を聞いた時も同じように答えていただきましたね、はい、後悔のないように打つことです。だって正解を出そうとするとさ、はい、無理じゃん。まあそうです ね、 あの例えばネット麻雀とかって、はい、後で山開けてみたりとかできるじゃないですか、はい、巻き戻してみたりとか、はい、それでこう結局その瞬間の、まあ、言ったら正解、自分に都合のいい正解を出せるかもしれませんけど、うん、そういうゲームではないですもんね。それを正解不正解で言っちゃうと全部結果論になっちゃうので。そうですね、ただあの麻雀プロなんでね、はい、時には結果論も大事なんですよ、やっぱりね、うんうん、結果が求められますからね。そうそうそう、結果を出すために戦ってるわけですから、はい、結果論っていうのももちろん大事なんだけど、ここでローピン切り、それはねあくまで対局終わった後に、いやこっち打ったら勝ってたんだけど今の俺に打てるかな、うんうん、で打てたなって言えば後悔すればいいし、はい、やっぱ無理だ打てないわってなったらそれはもうしょうがない負けですから。そうですね、はい、もし、まあ、全く同じ場面に出会うことっていうのはほぼないんでしょうけれども、次にそういう場面が来た時に切れるようになるべきですもんね。中田はトンハツと統一になりまして、もしかしてこれトンもハツもションパイですか。どうそう、9ピンは9ピン全切れだからパーピン打てそうですけどね。はい、あ今パーピンもつもぎられましたね、うん、まあ、ただパーピンとなんかパーピンとなんかの、あトイトイでパーピンとなんかのシャンポンがあるか、そうかそうか、打てない、打て簡単には打てないですね。前原が今パーピン通しましたので合わせるようにパーピンとなりました、うん、まあ、最終手出しが9ピンなのが中田さんも分かってるので、はい、ローピンを仕掛けて立川が天敗、でかいね、小僧短期です。天敗はでかいけどあと2回ぐらいつもあるもんね。あ、本当だ、結構山長いですね。まだ短期の小僧は山にない、チーピンも山にない。ただ変なの来たら小僧はワンチャン勝負いけるね。この流派は変なのですよね。チーソーだけ押して流派短期、これで役なしになりました。そのチーソーを、お、前原が大民間、リンシャンからはイーマンでした。やめてって感じじゃない、シャチカ君。そうですよ、あそこでリンシャンで積もられると責任払いですもんね。え、しかもね、あの三風呂の形見て最終手です9ピンですから、はい、もう大体チーピンと中のシャンポンでしょ、マジね、でちょんといといドラドラなんたらみたいな。そう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 。さあこれで流局になりました。天敗は親番の前原と立川の2人と、年間でシャンポンって言われたら1万8000だよねみたいな。そうですね。我々はチーピンないの分かってるんで、あのいや しかもチーピン短期なのは分かってるからあれですけど、はい、周りから見ると多分あれはもうドラ絡みのトイトイに見えると思うんで、ちょっとゾッとする大民間でしたか。親番続いて一本場、前原の親番ドラチーピンです。こちらの手配両面は3組というかまずはメンツになってますね。やっぱり取った立川君は大きいし、取られた菊田君にとってもですね。あ、そうですね。ママ、おっと、ハクナン、ナンがあんこでハク統一か。たまにああいう並んでるハクの枚数が分かんなくなっちゃうんですよね。ハクはもちもち。どっちもなんか、いやどっちもハクだよりの手だもんね。そうなんですよね。中田も立川もハク泣きたい。立川くんなんか特にリーチって言いたくないからハクは泣きたいですけど。あ、そうですね。中田さんはね、最悪ハク泣けなくて全然テンパったらリーチでもいいですけど、はい、立川君はあの役なしリーチってわけにいかないでしょ、あれ立てないもんね。全く立て見えませんね。ピン、今回はチーピンがドラなんですけど、ピン図の色が一色もないですからね。展望稼ごうと思ったら都合次第ではハク取り落とししたいぐらいの形だもん、ね、あ、確かにそうですね。ここは前原さんと、前原さんはイーシャンテンだもんね現状。そうですね、イーシャンテンですね。
て表現したらいいんでしょう。のべたん、りゃんめん、りゃんめん、りゃんめんのいいシャンテンですか。三面茶もあります。三面茶もありますね。あ、ドラ重なった。これはパフィン切りますね。ドラドラ、ね。はい。形は十分、打点がアップ。うん、まあ、ただ、今の前畑さんの状況、やみ点がないと思うんで、まだ、ね、どっちかは菊田の2人からすると、若干救われますけど、6戦ほどまであるからね。そうですね。難を安冠して安冠していきます中田です。リンシャンからは数万、シンドラ増えないルールです。そうですね、前原の高い闇点に刺さるっていうことはあんまり考えにくいでしょうかね。これは流派だね。ローソキテリーチョーランボスにますね。はい、6チッパ単用狙いになりますね。菊田のテンパイ取らずでした。前原の手の内には3ピン、でもウーピン切ってるから無理でしょう。うん、5も1も切ってちょっとピンズの下は扱い勝手良くないです ね。8000オールまでありますけどね。差し子までついてね、さすがに無理だよね。ちょっと他の形が完全にどこにも効いてる形なんでね、うん、シャアがドイツになって中田はピンズに渡る。中田さん勝負点になったから一勝負あるな。うわー、パンパンは危険。うん、菊田は全部中ちゃんパイになったぞ。名残惜しく数ピンね。振り点で青ピンの位置ありましたけど、無理だよね。ちょっと無理ですね。だって現状の手材料だけでもまあまあ高いですからね、うん、まあまあじゃなくてかなり高いですから。振り点ターツをこう受け入れるリスクをどう見るか。はい、菊田がこれでカンチーマンの天敗で打ち出されたパーマンを前原が見る。ポンかな。ポン点を取らない。いや薄くないね、手頃な感じで。リャオパーマン、パーマンポンのリャオパーマンめっちゃ強く見えますから。はいはい、どっちかっていうと5パじゃ不服ってことでしょうね。そうか、やっぱりまあ勝負手に、本当の本当の勝負手にしたいんですね、うん、だから前原さんのポイントにがフラットであれば菊田君がリャンマンを保有してましたね。あ、そうですね、ポンなりしてテンパイ取ってリャンマンが流れてましたね、うん、ただ今の前原さんにあれをポンして5っぱは難しいね。正解が何か本当難しい。で結果このテンパイになりました。ウーソーとチーピンのシャンポン待ち、うん、いい時になるリーチですけど、はい、ここはダム。さあシャアアンコになってイースチーピンテンパイ中田。え、危ない、菊田君大丈夫。現状テンパイは菊田、中田、そして前原。おー、イースピン、あの、ゲームですけど。うわー、あ、スーピンが打たれたのは立川からでした。中田の上がり、これは面本ですね。面本の5000。8000じゃないですか。あ、それ8000ですね、はい、8000が、8300になりました。これちょっと立川痛いんじゃないですか。いや相当痛いでしょ。黙られちゃいましたね、面本。まあね、面本のみだもんね。まあ面本のみ、ね、リーズもついても闇点でローンしても8000だもんね。そうですね。あ、面本、あ、そうですね、面本のみ。あ、面本シャアでしたかね。あ、面本シャアでしたか。あ、じゃあリッチもありましたけどね。ええ、今回は黙ってになりましたね、うん、さあ、そんな立川の親番もあって、はい、ドラが9番です。ただ中田さんからすると積もっても大きいけどターゲットが2人いるんでね。あ、はい、立川は菊田のどちらかからローン上がりでも大きいということですもんね。ええ、ちょっと隙をつく狙いがあったですようですね、うん、やった、これで別宅の市川君がトータルトップになりましたね。あら、本当だ。そうですね、立川がちょっと今現状の持ち点だとへこんでますから。そうですね。いや、上3人がぐるぐる入れ替わってますよ今日は、うん、またこの2枠を争って3人っていうのも意地悪ですね。ね、しかもそのうち2人が同卓してるんで、はい、石川君として見れば抜けちゃえばもう勝ちですよね。あ、はい、そうですね、2人はあの、まあ、潰し合うような動きになりますから。そうそうそう、2人ともトップ取ることが絶対ないわけですから。何のポンは中田直風です。そして菊田が今局も手配パンパンですよ。
ファーソー入った、うん、あ、そうね、数万先にいるとかでもおかしくないですけどね。キクタの手ですか、この手ドラ抜き馬つもぎりです。チーピンはね、ちょっとジャン頭になる可能性が結構ある、ね、数ピン打ちとかね、はい、あれなんで、まあ、単品3色を見ればチーピンからが一番あれなんでしょうけど、そうですね、3、4、5、一応三面ちゃん固定ですからね、はい、形そこまで落ちずに、まあ、三色に迎えるような、うん、ローソーですか、うん、一応はいいじゃんて、嬉しくはないけど、いやでもない、ただね、スピード合わせがあるんで、ウーソーはチーなのかな、泣きたくないけどね、はい、そうですね、中田が二風呂目入りました、9ピンのポン、いや、あの手でチー点で1000点ですかって感じですからね、いや、そうなんですよね、まあ、ただこれ以上高く、まあまあそうか、ピン付けになれば単品、いや面前でいけば単品3色ですからね、2差しも差し込む両方あるんでね、まあそうか、そうですね、三層はする、三層ポンって言えば相当形強くなるけど、形は良くなる、ね、形を強くするゲームじゃないんでね、形良くなって打点はもう低いの確定しちゃいますからね、そうね、どちらかというと打点を求めるゲームです、はい、こちらの中田も何ポン9ピンポンときて、まあトイトイ系に持っていきたい感じですかね、パーマンドラ表示牌切っていきます、うーん、そうね、立川はなんか若干7、8、9の匂いがしないでもない手でしたが、パーピン切り比較的補充しないように言ってますか、はい、キューピンポンされてるんだもんね、あ、そうですね、さあ、リャンマン入って二差し狙いイーシャンテン、チーマンあんこになったのは前原、ここでソーズノーフェンテをかけていきますね、はい、ここは前原さん VS 菊田くんですかね、現状の手過去を見るとそうですね、中田もあの2つ仕掛けてはいるんですが、ちょっとまだ形が、まあ比較的トイトイになったら勝負するよぐらいの手組みでね、ゆったり構えてますから、はい、後ろに引く牌もきちんと用意してます ね、独特ですよね、そうですね、普通の人は通風路したらもう早く上がりたくてしょうがないんですけど、通風路しながらゆったり構えてるっていうのがね、さあこれで天敗、前原は数値ピンダマ点に構えていきました、ほう、ピンフドラ1ですか、現物待ちじゃないけどね、そうですね、これはリーチじゃないんですね、一巡回すとか、その回答は9ピン引いてきて、これは中田がポンしている、はい、一巡回してリーチになりましたね、これはどうしてですか、まあ、考えさせるってことですよね、ああ、つもぎりリーチをあえて見せたかった、うん、この一巡で何か変わってないもんね、そうですね、中田が数層トン続いて、まあ、そんなに状況は変わってなさそうに見えますね、しかもスチーピンってどっち、あ、チーピンが1枚切れてるだけか、場にめちゃめちゃ切られてないので、はい、あの非常に誰かがまとめて持ってるんだろうなっていうことが予測できる町なんですよ、はいはいはい、ってことは非常にいい町じゃないじゃない、そうですね、枚数としては少ない可能性は高いそうで、闇転してても拾える可能性は非常に高くない場合な町なので、はい、普通はそこに行っていくのが当たり前なんですけど、はいはい、さらに考えさせるって感じですかね、一巡回して一つ課題を突きつけたかった、うん、そんな数値ピン山には1枚ずつでしょうか、ね、あ、ここに数ピンが減った、チーピンが残り1枚、いや、ただ、キクタ君もすごいね、スパッと抜けましたもんね、すぐやめましたね、だって差し事と2差し両方見えて金丸のイチャンテンですからね、はい、単品3色の3面ちゃん3面ちゃんですよ、しかもよくあれスパッと抜けますね、かなりこう、ね、安全牌持たずに進行してましたんで、やめるとなった時の思い切りの良さ、ね、これ立川が自分より下だからとかもあるんですか、そういうのはあんまり関係ないんですかね、
いやただ下ですけどトータルでは負けてるわけですからね。あ、まあそうですね、自分も今マイナスポイントですしね、うん、持ち点は。いやすごいね、行きたい、勝負行きたいけどね、うん、悩む素振りもなかったですもん ね。ただ中田さんがテンパってるように見えてるったかな。あ、はいはいはい、そうすると2人相手では所詮イーシャンテンは無理だよね、テンパイで考えようかなぐらいの手でしたか、うん、さあチーピンが中田のところに流れましたんで、これで前原の上がり牌はなくなってしまいましたということだったのかもしれないですね。はい、さあここは流局前原の一人テンパイ。あのめちゃめちゃ贅沢なイーシャンテンノータイムでスパッとやめましたもんね。やめましたね、あのメンツから中抜きでしたしね、ちょっと粘る動作すらなかったんですから ね。あの立川君のポジションにいればまだ分かるでしょ。ああ、はい、一応今安全圏にいますから、ええ、というかね、あの石川君がこんなに勝ってるの知りませんから。そうですね、トータルトップにいるっていう思いの安全圏にいる人なら分かるんですけど、うん、そうじゃないですからね、はい、さあ、何入しました。何の1曲1本番小山の中田に移って京卓が1本出ているドラ3ピンの曲です。中田さんは折りなしかな、まあ、現状トップ目ではありますがまだまだ足りないですよね、上を見るのであれば。まだまだ足りないですよね、大体あのどっちかは捕まえなきゃないですから、同卓のね、はい、卓内3位は 100% 昇級できないんでね。そうですね、はい、あの他の卓に関わらず卓内3位は、ね、100% 昇級できませんので。立川がパーソーのポンから動いた春夜博の後付けになるでしょうか、もしくはトイトイか、吉井君の大好きな手じゃないの、小三元ですよ小三元に123なりますね、大丈夫ですね、はい、たまにあのターツ足りすぎててどうやっても小三元にならないやつとかあるじゃないですか。まあ普通逆じゃない。あ、そうですか、あのなんかメンツが出来上がりすぎちゃってあ、はい、どうやっても大三元にならないはよく聞くんですけど。あ、そうそうですか、はい、もうなんかあれどうやったら初短期にちゃんと持っていけるかなっていう考えになるんですけど、だってさ薬薬と小三元の差って2薬しかないからいいけどさ、はい、大三元と小三元の差はさ、天と地の差があるからさ。いやもうそれはそうなんです、あの理屈は分かってるんです僕も俺人生で初めて聞いたね。あ、そうですか、あ、初切っちゃった。2枚切れたんじゃないですか。そうですね、2枚切られましたか、3枚全部見えたんですね。あ、そうか、あ、じゃあ自分のも入れて3枚になったんですね、うん、あ、そうかそうか、小三元を見る人はまだ1枚あるもんね。まだ1枚ありますね、はい、まあ、大三元をしか見てない人はもうないからいらないもんね。そうですね確かにそうですね、 いい地獄短期になったななんて思ってるんですけどね。まあただね、吐く途中に両方ポンしちゃうと地獄短期になってもあまり意味がない。あ、まあそれはそうですねどっちかんこにしないと、ね、そうそう切られませんから。さあそして、ちょっとトイトイの匂いもあったんですが、まんずは両面になりましたね。立川ただ両面持てなかったね。うん、トラが3ピンなんでね、本当は攻めるであれば両面も持たなきゃいけないパイなんだけど、はい、ドラ用ですからね。そうですね、ドラそのものだったらね、うん、あの2面に変わる牌でしたから持ちやすかったんでしょうが、はい、ドラマチカンちゃんというターツはちょっと受け入れがたかった、はい、しかもねドラ表70目80目とかにずっと持っとけっていうのも無理だよね。嫌、はい、ですね、すごく嫌ですねドラ表が一番持ちたくないもんね。ドラ表持ちたくないですね。あの、まあ、ドラ表とあのドラ横の牌はね、ちょっと早めに早めに切りたいですね。確か両面崩す、うーわ、トイトイ、マジっすか、トイトイ行きましたね。打点欲しい、やっぱりペイは1枚切れでしたね。何切りで一旦お茶を濁すか、良さそうでしたけど、ペイなんかも安全に使える牌でしたからね、比較的。まあただね、出ればポンって言っちゃうだろうから、あ、はい、うん、消費する予定があるのであれば両面落とし見せていきます。これは相当トイトイになりましたね。そうですよね、染め手っぽい皮でもないですもんね。菊田は9万が暗冠になりましたか。リンシャンからは
Cピン。キクタケのこの9万アンカン見せられると、確かくもなんか1個アンコにしないと出てきづらくなりましたね。ポンポンで4センチは嫌だ。パーマン出て中田の上がりになりました。あら、ピンピン6だこれ。あらら、単品イーペーコードライチ11600。すげえ、まだ中田さんの親マン展開気づいてない。気づかなかったですね。解説者どうよ。いや、すいません、実況の私もちょっと見落としてもいい手だなーなんて思ってたんですが、テンパイしておりました。すいません、申し訳ありません。中田は闇点光りますね。そうですね、はい、高い闇点が2回連続で立川からの打ち取りになりました、ね、さあ、そして連チャンになりますね。何の一曲か、日本馬ドラローマン、中田の親番です。どうですか、5万点迫ってきましたけど、もっともっとですか。もっともっとですよね。もっともっと、も現状で言うと中田さんからするとあとアンチャン 2.5 回で、はい、生田立川のどっちかを捕まえなきゃないわけですから。そうですね、100ポイント近くはひっくり返していきたい。近い方の菊田ですらまだ90ポイントぐらい差ありますからね、はい、ただもうこの状況で下は見なくていいでしょうからね。はい、上へ登っていきたい、うん、もう上だけ見るにして上の90ポイントを見るわけですから、はい、そうね、10万点ぐらい必要だね、本当ね。あ、そうですね、この半チャンで、ね、万が一ここからひたすら立川君を直撃し続けて立川君をかわしたとしてもね、はい、別宅の市川君をかわすのが大変になるので、そうですね、そう考えるとね、つもつもでかわしに行きたいですからね、はい、つもつもで一人かわせばもう一人もかなり近くに来てますからね。そうですね、確かにそうですね、うん、その3人いるライバルのうち2人をまくることが目標になるわけですね。まあ、ちょうど同卓なので、はい、まあ、同卓菊田立川と同卓じゃなければね、もう上なんか全く見えないポイントですから、どっちかというとね、また菊田君チャンスですか今局。そうですね、まあ菊田も手はいいですし、中田もこちらは単葉チートイツのイーシャンテンから3万眼光、スワンコ欲しいね。チーソーパーソーどっちか切りそう。あ、まずローマンから、ドラからでしたか。あ、広く取れますか。そうです、チーソーパーソー外しとくとドラ重なって単葉チートイのルートがまだ残ってたってことですよ ね。ちょっとやっぱ打点は欲しいんでね、はい、ただあのスワンコのルートだけは消せないと思うんですよ。だってね、1万6000ほど積もってもまだ足りないぐらいの点数ありますから。そうですね、ってことはあの手なりでできるかもしれないスワンコを逃すわけにはいかないので、はい、100万のルートだけは確保したい、うん、まあ、狙える100万であればね、100万だけは狙っていきたいですよね、はい、前からもかなりピンフ系のいい手格好になっていますね。菊田君が浮いた瞬間と近くに上に行く感じですかね。そうね、5ポイントしか上がらないからね、はい、菊田がこれテンパイ入っててスーソー打たれて前原からの上がりになりました。ピンフのみですね、線は1600の上がりでした。まだ浮かない。さあ、親番移って菊田の親番です。いや、こうなるとね、上の2人の争いはこのアンちゃんは菊田は浮きたい、立川君は浮かしたくないだよね。そうですね、さっきの1回戦は立川菊田2人で浮いてましたけれども、今回はちょっとお前もこっち来いよっていう状態になってるわけですね。うん、なんかね、2人とも今、まあ、菊田君2着に上がりましたけど、まあ、どっちかというと3着4着の争いなので、はい、トータルでは上にいたいっていう方が大きいでしょうから。そこの2人での並びということですか、うん、0.5 ポイント差近いですね。現状黄色で表示されているのが暫定の、はい、持ち点も含めたポイント状況です。菊田定義ですよ、ドラのペイ、ね、まあ、親番なのでドラのペイも比較的ね強気に切りやすいですから、はい、
中田の立場としてはどうでしょう。これ親番落ちたんですが、親番落ちたんでこのハンちゃんはこのままね一人受けのトップで終わらせられるのがベストでしょうから、まあ、そこを狙うんでしょうかね、ただ、はい、菊田君に浮かれてもターゲットが立ちかく、いやでもね2人かわし難しいね、2人かわさ無理だもんね、かなり難しいことをしようとしてますからね、うん、ってことは1人をかわしてあとは結果別宅の結果待ちしかないと思うので、はい、まあ、菊田君にもし浮かれてもねターゲットが立ちかくに変わるだけでしょうから、この同卓の2人のうち1人をターゲットに狙いを定めていきたい、うん、それが精一杯だよね多分ね、はい、中田はチュンのポンから発信していますさすがにこれ2人かわせはね、まあ、よほどの大暴走がないと役場2回とかでもらえないもんね、はい。さあ現状前原の手番6万を積もってきてちょっと手が止まっていました、はい、とりあえずあの連盟チャンネルのね CM に出てくるあの中連ポートをまずもう一回やって、はい、もう一回やって再現してであとは3個ぐらいでいいかなみたいな、はい、中連あれ再現できたらすごいですね。ピンズでしたね確か、うん、確かはカンパーピン入ったターツの選択がまずはいいそうから、はい、なんかすごいの見れるかもしれないですよね、中連テンパって、はい、前原さんから出たの見逃すみたいな、あ、そうです、中連の見逃しとかあるのみたいな、ね、あなたからは上がれないのっていうことですもんねドラのペイ打たれて合わせていきます、うん、前原です、まあまあ、まだ2回戦目だったらまだ上がりますけどね、はい、ね、何個に乗って前原テン、はい、あ失礼、中田がテンパイ、あの国士無双と違って中連ポートは大体多面ちゃんになっちゃうんでね、そうですね、見逃して休めで上がると意味がないんでね、打点下がっちゃうんじゃ、はい、打たれたパーマンをポンして菊田です、うん、サブ失礼、まだテンパイではありませんでした、いいシャンテンですね、なんか出てますね、テンパりたい菊田と、あ、浮きたい菊田と浮かしたくない立川の構図が明らかに、あ、ね、そして今捕まりました、中田の上がりになりました、なんちゅん2600ですね、ママイタで、ママイタで、はい、2600の報酬になりました。これでちょっとまた浮きのラインが離れたでしょうか、今手元の、はい、展望表情をスッと指でなぞっていましたね、はい、親番映ります、何の3曲、前原の親番です、まあでもねこれで、まあ、生田立川のどっちかのトップ取ることはなかなかなくなったと思うので、この判断はね、はい、終わった後石川の点数を見て、おや？おや？思ってたのとなんか違うことになってるぞと。ちょっとおやってなることが確定したような感じですか、ね。はいはいはい。場合によってはね、あの大きなトップを取ってる石川の成績を見てもまあまあまあみたいな反応になる可能性もありましたが、ちょっと今回はおやでなりそうですね、2人とも。だって立川君130持ってたからね。このハンちゃん立川君がトップ取って終わってればね。はい。石川君が大きいトップ取っても おみたいなぐらいの話で、あ、そうぐらいの話でね、さほどあれですけど、さあ現状持ち点は、はい、3万点を切っています、前原、前原さんのターゲットの方はどうなんでしょうね、前原さんのターゲット一つ上は安村ですね、第4節では福島とのぶつかり合いがあったんですが、あ、安村君は1回攻めトップだったので、はい、ターゲットは変わってますか、あ、別の方になってますか、UFO さん結構大きいトップ取ってますね、福島君になってるのかな、じゃあ今、おほうほうほう、あ、福島君まあまあ大きい安ですね、今日スタートした時点では12位に位置していた福島でしたか、はい、1回戦終わった時点で福島くんがマイナス63ぐらいになってるのかな、はい、63って63全然差はないね、あ、本当ですね、29ポイントぐらいの差ですね、ということは福島と前原でこの高級ラインの
争いもかなり熾烈になってますか。まあ、ただ福島君の方がどっちかというとメンバー恵まれてるのでね。あ、なるほど。最終戦になると他の3人がもうほぼ消化試合みたいになっちゃえばね、はい、福島君がそんなひどい目に遭うことだけはないので。そうかそうか、そこの組み合わせもあるんですね。このタグはどうやったって最終戦消化試合になることがないので、立川菊田だけはね最後まで勝機を争うでしょうから、はい、そうなるとちょっと組み合わせの差はありますね。このタグ組なんかも、この39期前期が始まる段階で全部決まるんですよね。全部決まるんですよね、はい、であの総当たりになってますんで、その時々によって、まあ、はい、あの有利不利といいますか状況はありますけれども、決してこう操作されているものではないということです ね、 そうそうそうね。16人で5節やると総当たりになるって知ってました。俺もプロになってから初めて知ったんですけど。そうですね、あの4人の宅組で、まあ、1対3で割っていくとっていうような感じなんですかね。そうそう、対戦相手が常に3人いるんで、5節やると3、5、15と、はい、全員と戦えるじゃんっていう、ね、うまいことになってますよねっていういうことで、なんかあのうちの団体だけじゃないですけど、いろんな団体で16人のリーグっていうのが多いのがそういう理由ですよね。あ、そういうことなんですね。どちらかというと僕もあの算数数学は弱い方の人間ですので言われると納得という感じですけれども。さあ、これで中田はイーシャンテンですか。イーマンが普通ですけど、あ、泣くかどうか考えたんだね。一応漫画、はいはい、ある手だもんね、メンタンピーペーコーのね。あ、そうです、面前で仕上がると、はい、だから切るのはイーマンしかなかったですけど、3万とかパーマン出た時にポンしていいかどうか考えましたね。はい、チンピオンすでに1枚自分で切っている範囲ですが、ピンズの伸びを見るかどうか。こちらはチートイツのイーシャンテンから1つあんこになった、はい、そうね。ただ中田さんも親番なければね、もう強引に漫画狙っていくの手順もあると思うんですけどね。やっぱりですね、これはリッチの一手、サブロースを待ちリーチになりました前原です。今回は即リーチになりましたね、これは立川菊田にとってはきついリーチ来ましたね。そうですね、中田のところにもこのローソーが回ってくるときついぞ、ローソー打っていく、ね、中田さんは勝負、まあ、行きやすいって言えば行きやすいので、はい、下がないのでね。そうですね、はい、前原の上がりはリーチ、ピンフ、ドラ1、あの中田さんは上だけを見せてがいるので、はい、そういうしたくはないけど宝珠は恐れる必要はないので、はい、ただそうです ね、 ね、菊田たちからの2人は宝珠はめっちゃ怖いんでね。結構色濃くじゃあ分かれますね、そこの押し引きバランスが、ね、はい、親番続いてます。前原の親番は一本馬何の3局です。ドラがパーソー、いやこれ福島次も負けてると寒いね。前原さんちょっと今の上がりでかなりポイント確保路線に入ってますから ね、 ね、普通別宅で50以上差があればそうそう逆転されないんですけどね。寒くなってきたね。直体だとね、あのトップラスがどうのっていうのがあるんですが、そうそう、直体の50ポイントはね、だいぶやる前から寒いんですよ、だいぶね、はいはいはい、別宅でも、うん、今日はあわやひっくり返る可能性も見えてきたぞ、うん、珍しく立川くんチャンスで入ったんじゃないの。立川はどうでしょう。あ、立川はずっとおとなしかったですが、今局は良さそうですか。菊田くんの方の手がいいんだけどな。菊田はなんかこうずっとパンパンにしてるなって印象だったんですが、手が良すぎてちょっと余剰杯切るとパンパンになるんですね。ただこれね、チーソーがあと1枚しかなくてパーソードラでね、はい、立川くんにボンが入る形なので。あ、本当だ。いや、ただパーソン切りはもう2面に1確定するようなもんだもんな。やっぱ菊田君の方有利かな。ポンテンまで行ってれば分かんないけどね。そうですね、ポンテンまで行ってると2人で土俵に上がるようなことになるかもしれない、うん、立川君がポンしてチーピン宝珠のパターンあるもんね。サブローピン引いてリーチだとそうなるね。あ、そうですね。ああ、ポンってこれでチーピン間に合う。おリャンシャンテンに戻す、戻しましたね、形を優先した。あ、そうかそうかそうか。立川君からするとドラポンを想定に入れないもんね、多分ね。ここでドラ打つもある、ウーソーから、うん、ドラとウーマンの
本店のイーシャン店取るぐらいなら柔軟性のあるリアンシャンって方がいいよねってことですか。そもそもポンしづらい牌ですからね。そう本来であれば、うん、あの今にも出そうだって分かってれば別ですけど、はい、ああまだチーピンが間に合うかどうかの2人のすごい戦いになってるね。これそうです、ピンズが問題ですね。これチーピンを3枚持たれて山にはあと1枚。でも次のリャンマンはイーシャン店取りましたね。はい、取り直しになりましたね。あ、リャンウソンが結構自身の目から4枚見えちゃってるってことですか。リャンウーソー、そうかそうか、ソーズの中膨れ酸素はちょっと生かしきれないかなと。菊田応援してるファンからするとね、サブローピン引いてリーチしろっていう状況ですよね。そうですね。でポンさせてチーピン打ち取っちゃえっていう、しかも一番いいとこから出ますからね。そうですね、はい、逆に立川君を応援してるとこから見ると先になんとか形決まってみたいな、はい、もしくはチーピンなんとかしてくれみたいな、引いて天敗なら、まあ、2人でのめくり合いか、それじゃそんなに安心できないか。これでこれ両万になりますね。はい、これでパーソポンもなくなったかもしれないね。あ、そうですね、泣かずと思うですね。2人ともすごく形のいいイーシャンテになりました。いや、立川君チーテンどうするのかな。残球不服だね。嫌、ね、ですね。残球がどこまで効いてると見るかによって判断違いますね。いやですね、ま、でもこれどうなんでしょう、パーピン引いたらフリテンの6球ピンで9ピンがほとんどなくてみたいな、なんか嫌なルートも一応残ってるイーシャンテンじゃないですか。まあね、その辺チーピンいつまで持つんだろうかなみたいな気持ちにもなってそうな気もしますが、うん、ただね、現状リャンマンよりはチーピン持つからね、必ずね。そうですね。ああ、その話したら取りません。おお、取んないの。リーチもあるけどね、6球ピンリーチもありましたか。ローピンゼロなんですよね、これね。いい判断だったですね。ああ本当だ、全部手の内に持たれてますね。9ピン1枚しかないですよね。ただね、3ピンの方は2枚あるんだけど、菊田が引いてこない。ああ、間に合った。そして先手を取ったのは確か、そしてダマテンサブローマン、チーピン仕掛けます中田。これで換算層2人が一気にテンパイに滑り込んできて、ドラを浮かせた菊田、イーシャンテンは変わらない。3万2枚3万1、2、ローマンゼロだ。あ、6はないんですか。あ、そして前原からもリーチがかかる、はい、ローピンとチーピンのシャンポン。そして3万のつま上がりは立川です。タンヤオピン普通もドラドラ2000、4000、一本場は2100、4100。いや、これは大きい。いや、テンパんなかったね、菊田君がね。全然テンパらなかったですね。なんかどっちが先に、どっちが先にの曲でしたけどね。はい、立川君に軍配ですか。今回はそうなりましたね。いや、これは大きいね。親場を釣って上がりを取った立川が親場を迎えるオーラスです、はい、うん、ドラが6万。菊田君は浮きが欲しいですけど、ここはね、強引に浮き取るよりも立川君より上の順位で終わることの方が大事かな。はい、まあ、ハイパイ次第ですけどね。これ逆転されると結構遠くなっちゃうもんね。いやですね、そうですね。前から30ポイント近く差があったもんね、確かね。始まる前、そうですね。ってことは、これを3着4着逆転されるとさらに広がるってことだもんね。うわ、前原さん、いい配布入りましたね。今回は、マンズに行きたいですか、あの手は。それとも行きたいですね。行きたいですか。うん、3万点ちょうどか。ただ、ね、マンズに行ったところでトップになるわけではないとはいえ、あの形はマンズに行きたいね。はい、この形。あ、これで浮き取りに行きますか。まあ、ペン3ピン払うでしょうね、まずね。はい、ウソ軸にもう1個イーシャンテン取るはないよね。いや、取らないですね、取りたくないですね。一応3色あるからね。はい、立川が21000点、菊田は24700点、チュンをポンして前原イーシャン点。これで、まあ、数万匹から自然と満足になることはあっても、ほぼ浮きで終わらせに行きましたね。の手順になりましたね。やっぱりあのチーピン積もが結構
その分岐点になりましたか。うん、で今現状3万点ちょうどですからね。はい。この浮き沈み、それこそ天国と地獄の可能性があるよね。まあ、福島君次第になりますけど。そうですね。別宅の福島がどういうふうなポイント数になっているか。運送が被る形にはなったが、これ一品短期とか狙ってんじゃないの。一品短期は自身が両品を2巡目に切っている。しかも満場の本一に見えるでしょうから、ね、まあパーピンチーって言っちゃえば別ですけどね。あ、はい、自分でパーピン引いてきた時ね。ああ、一品切る。何重なったらまた満場ですか。いや、何重なったらウッパーピンタダみたいに見えるから取りに行くんじゃないかな、ウッパーピンはね。こちらは立川、多発はカンチャンリャンカンと残った。マンズになる手順、うわ難しいね。それこそやっぱりマンズの数配が伸び、あ、これで、うわ、でもマンズがちょっと上がりにくいっていう。ただ何はしょんぱいなんでね、何短期の意味は全くないんで。はい、その難を打って中田がポン、前原はサブローマン待ち。前原さんはでもどっかで必ず待ち変えますね。うん、とりあえず今この待ちにしているって感じですか。あ、これで変えるんじゃないですか。ピンズは無警戒でしょう。数値ピンに取っていきます。でね、3万が1枚切られてて2枚使っててローマンドラですからね。はい、なんかツモ戦みたいな街になってますけど、ほとんど人から、まあよっぽど終盤になって打たれたりするかなぐらいですか。極薄のツモ戦みたいになってますからね。ウッパーピンに変えてきましたか。これね、街はあのウッパーピンの方が よく見えるんですけど、はい、ただ手出しでチーピン切っちゃうと、ああマンズじゃないのねっていうのがバレちゃうので。そうですね、3万の後にチーピンが手から出ましたからね、うん、ヤンスーピンいるのね、いや、あの手出し本当はしたくないところわざわざ手出ししたのに裏目の数ピン積もは気持ち悪いね。意地悪ですね。ちなみにウッパーピンの方がいいっていうのは一つでも外側にある方がいいってことですか。そうですね、はいはいはい。こちらは聞くと、あ、失礼、前原の手番でした。ただ9ピンが1枚しか切られてないのが気になるか。ただまあスッチピンよりは明らかにね、1個外に寄ってる方が、うんうん、立川の手が止まる。ここはマンズとピンズの両冠を考えてウーピンが打たれた。前原の上がりになりました、はい、チュンドラ1は2000点。これで前原しっかりと浮きを確保になりましたね。いや、なぜかこの卓こんなに盛り上がるとは正直思ってなかったですけど、はい、盛り上がってきました ね、 これはね、盛り上がってまいりました。トップには中田、2着に前原、そして3着に菊田、4着に立川という並びで2回戦が終了です。さあ、別宅の情報も、適宜入ってくるかと思いますが、続いては3回戦です。